Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーフォースです。本日もね、Biohazard 6。やりながらね、人生相談乗っていきたいと思います。いきなり修羅場、お車ね。前回まあ、ちょっとムービーを見て、そのままちょっと連続撮りをさせていただいているというようなところにはなります。ということでね、ちょっとどこで落ち着けるかなんですけど、というのも、ちょっとね、じゃあ質問が長いので、ちょっと待ってね。しばけるだけしばいてから、ついに読んでいきたいと思いますんで、はい。よいしょ。というところでね、ここは結構ね、修羅場なんで、まあ、ノーマルでやってるから、そんなに大変なことはおそらくないとは思うんですが、よし、あれ、ちょっと、OK。ないとは思うんですが、まあね、ちょっとね、落ち着くまで。まあ、大丈夫かな。オグロマンも来て、ちょっと待ってね。OK。よし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 、オッケー。じゃあここで倒れてコマンド入力をしている間に読んじゃいましょう。はい、オッケー。じゃあダラダラ過ごすのは良くないと思って、休日でも平日と変わらない時間によって行動しようとするのですが、何もすることがないので結局ダラダラとスマホを見たりぼーっとしたりと、何日が過ぎて夕方頃になって何もしていないことを後悔します。一日中フルスロットルでは動くためには何かいい方法はありませんか。いやー、わかるな。同じ悩み僕もありますね。なんかね、午前中は結構やることがパンパンなんですけど、それで疲れちゃって午後から何もしないくなっちゃうみたいなことがあるんですけど、もうなんだろうな、うまくいくって結局なんか忙しくしてるんですよ、その日一日。何か予定とかパンパンに詰まってるって。だから何も予定立てずに適当に過ごすっていうことをするんではなくて、朝起きて、まあ、時間で区切るか何をするかでどっちかでいいと思うんですけど、それをですね、やってみて、で、まあ、例えば朝7時に起きたらこれをする、あれをするみたいなことをやったりとか、まあ、昼間にはどこどこ行ってとか、で夕方にはこれこれをしてみたいな、そういう話をね、決めてしまってやるとか、あるいは、まあ、今日一日かけてこれをやるみたいなね、大目標みたいなものを掲げてやってみるとか、まあ、そういうところがいいんじゃないかなというふうに思います。僕も最近は朝起きて、で、まあ、子供と遊んだりとか、で、しつつ、で、まあ、休日ですけど、しつつ、で、買い物に出かけて、で、帰ってきてお昼食べて、で、まあ、なんかちょっと自由な時間を過ごしてて、夕方からは、夕方から晩ご飯を食べる時間までは筋トレをやるというふうに決めたりして動いてるという感じですかね。あとは、ま、夜の過ごし方は、奥さんと遊ぶのか、テレビショットで一人の時間を過ごすのかっていうところで、まあ、その日によってちょっと人気を受けに変えてってるっていうようなところではありますけど、だから、何をやるかっていうのは決めてしまうと、で、冷静に考えなくてもいいか、別に冷静じゃなくてもいいけど、なんて言ったらいいんだろう、あれですわ、普通に考えると旅行に行く時ってなんか朝この時間に起きてこの電車に乗って、で、行き先でどこどこの観光地回って、でどこどこでお昼食べてってなったらすごい一日充実してると思うんですよね。それと同じで、休日の予定も立てきってしまったら、どこどこ行ってとか何々してとか何食べてとかっていうのも全部決めてしまうと、でその準備とかも前日とかに行っておくのか、まあその1週間の平日の中で少しずつ少しずつ行うみたいなことをやってると、だいぶね、充実した休日を過ごすことができるんじゃないかなというふうに思いますね。だから無計画だと、なんか何しようかなっていうことを考える時間だけで終わっちゃうんですよ。だから実は旅行に行くよりも旅行に行くための計画を立てている方が結構ね、頭も使うし体力も使うしっていうような状況だったりするんですよ。ですからその考える時間っていうのを休日に持ってくるっていうのは非常にもったいないお話になってきますんで、それはもう平日に済ませてしまって、そうですね、平日に済ませてしまって、で、そこから休日を過ごしてしまうというふうにしてもらうといいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところですね。じゃあ続いての質問いきましょう。はい、そうですね。会社で、自分の成績、自分の方が成績を上げているのに 70% くらいが成績を上げていない同僚の方がボーナス額が高く、過去給与はほぼ同じです。社内の評価も高いため不満があります。なぜ会社に貢献している自分の方が評価が低いのでしょうか。また何か策はないですか。評価査定ってちゃんと聞いてます。単に数字を上げてれば OK じゃない
あの評価査定があるんじゃないかなと思いますよ、うん、だから、まあ、会社っていうのはその数字だけで、数字さえ上げてれば OK っていう会社もあればそれだけじゃダメですと、まあ、いわゆる、なんていうか上位といいますか、まあ、人間性の部分の評価っていうのも、当然ながらあるんですけど、そこがね、低いかもしれない。だから例えば、まあ、ちょっとね、このご質問者さんの、実態がわからないんで憶測で物事喋りますけど、数字を上げてるからこうやりたい放題やってるで、周りに対しても横柄な態度を取っているで、かつ、成績を上げてない人たちに対してはなんかゴリゴリ、詰めるようなことを言って周りからの評価は高くないですみたいなことになったとしたら、そのやっぱ人間性っていうところも評価の何パーセントかって入ってたとしたら、そこの部分で大きく差引かれてしまって、70% しか成績を上げてない人よりも人間性のところで逆転をしてボーナス額が、引かれてしまっているという可能性は十分考えられるんじゃないかなというふうに思います。だから一度どういう評価軸で査定されているのかっていうのをちゃんと会社に聞くべきです、うん、そこは給料かかってくるべきですし、開示を求めたらきちんとできるところにはなってくると思いますので、うん、だからその上で、どうなのかっていうのをちゃんと聞いてもらって、で、君は実は人間性のところのポイントが低かったんだよっていうのは、まあ、なってくるんじゃないかなというふうには思うんですけど、うん、ごめんなさいね、勝手にそんな風に言っちゃってるんで、もし違ったら本当にごめんなさいっていう話にはなるんですけれども、うん、っていうところになってくるかな、うん、だから単純にね、成績だけ上げてれば OK とかになるんだったら、もう保険会社とか行った方が手っ取り早いんじゃないかなと思いますけど、まあ、そうじゃない会社におそらくいるんじゃないかなと思いますから、まあ、ここはね結構ね辛いところですよね。でも僕もでもありましたよ、そのボーナス額が高い低いとかっていうのはなかったんですけど、成績も上げてないやつがボーナス満額、まあまあその会社ボーナスがね、まあ、元いた会社は、まあ、半期ごとにボーナスが出るんですけど、上期はいくら、下半期はいくらみたいな、下期はいくらみたいな感じでもらえるんですけど、成績がボロボロ、もうそれこそ 30%、40% しか達成していないような人でも、これだけの額上げますみたいなね。で、まあその人たちっていうのは僕よりも年配の方々だったんで、基本給は当然上になってくるとか、なんでっていうんだろうね、うん、っていうのがあったんで、めちゃくちゃですね、あったんでね、うん、まあまあ、ある意味ね、その成績が上げてない人からするとね、そういう評価もらえる、まあ、そういうボーナス額もらえるっていうのは、まあ、非常にね、いいお話なのかなと思う一方で、なんかね、もう頑張ってるのに報われないっていうね、悶々とした、まあ、まさしく質問者さんと同じようなね、状況にはなったりとかしてましたけど、あれはちょっと悔しかったですね。はい、まあ、そんなお話もありますね。うん、というところにはなります。ということで、次の質問、いつの間に地下あれ？あれ？あれ？誰かやったな？わあ、俺やりたかったのにな。まあ、倒した数によってね、ボーナスとかの、その、ランクが決まってくるの痛い。で、うん、そこもね、やっちゃいたいなと思いますね。はい。じゃあ、続いては、ちょっと喉がまだ治ってなくて、11月くらいからずっと喉がやばいんですよね。うん、まあ、そんな話は、どうでもいいとして、次ですね。はい。もし、あ、いいね、この質問。もし、ジーニーが目の前に現れて3つの願い事を叶えてくれると言われたら、どんなことをお願いしますか？の願い事か、まずジーニーと一緒に入れるってこと自体がもうなんか願い一個叶ったみたいな感じですよね。ジーニー好きですからね、ジーニーかドナルドと友達になりたいっていう話はまあまあいいとして、そうだな、3つか。1つはもう完全に私利私欲の願いでいい、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、なんか世界平和が訪れますよね、戦争のない国になりますよね、だからそういうなんかね、もう他者のためじゃなくて完全に私利私欲でいいんだったら、一つは今の記憶を残したまま小学校1年生に戻してくださいにするかな。うん、やっぱね、小1からね、もっとね、きちんと勉強、まあ、本当はね、幼稚園くらいからやった方がいいと思うんですけど、うん、小1にね、だから1990年代に戻って、ちょっと人生やり直したいっていうのがまず1点かな。それもう1点は、コビ・ブライアントとか、ステフィン・カリーか、スティーブ・ナッシュ、まあ、もしくはもう全員の
最盛期の頃のバスケット能力を身につける、見つけた状態になるっていうのをやりたいな。やっぱバスケ好きなんでね、まあ、それがそのコーチの道として生かすのか選手の道として生かすのかっていうところはまあ、都度まあ、その時のね自分の心境によるところではあるかと思うんですけど、まあそうかな、うん、であと一つは時を止める能力が欲しい。いたずらが好きなんで時を止めてね、いたずらをねガッガリガリとやりたいと思いますんで、うん、別にそのエロいいたずらだけじゃないけどね、うん、っていうところかな。あとは何がいいかな、まあ、あとは何がいいかなと思って三つ矢を持って、トラックって飛ぶんだ。うわブチやられたの、びっくりした。あんなやられ方初めてしたかもしれない、うん、そこにたどり着く前にちょっとこいつ芝居とかもしれない、ほらほらほら、うん、え、あ、やられた、ガトリング砲やられた、マジかよ。この2体目っていうのがその弱点部分が隠れてるから、ある程度露出させてからやらないといけないっていうのは結構大変なんですよね。めっちゃ狙ってきてるわスナイパー、痛い、当たってない、痛い。避けたら先にやられるんで、まあ、あるあるみたいな感じだよね。まあまあそれそうだね、まあ3つそうだね、うん、まあバスケの能力を手に入れる、小1に戻る、それから、時を止める能力が欲しいっていうところかな。まあ、この3つかな。まあ、もしくは、もう永久にそのバッテリー、あ、危ない危ない危ない、トラモトラモ。とりあえず影に隠れる。永久に、なんだっけ、バッテリーが落ちない iPhone が欲しいとか。めんどくさいからね、本当にね、なんかこういう充電機器っていうのは、うん、っていうところかな。まあ、っていうのを考えると、まあ、結構素朴な願いなんじゃないかなっていうふうには個人的に思いますけどね。なんかみんなこのくらいのね、願いっていうのは多分持ってるんじゃないかなと思いますけど、はい、というところですね。なんだっけ、次の質問に行きたいと思いますので、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。お風呂マンが近いよ。お風呂マン近いよ。ちょっと待って、怖い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 。とりあえず逃げるだけ逃げてて、あとはもう、あいつめんどくさいから倒しとかなきゃいけない。スナイパー早く手に入れたいな。なかなかないよね。うん、よし、じゃあこれを使ってどのくらいで倒せるかだよな。とりあえずちょっとお風呂待ちゃ、こっち来て、こっち来て、こっち来て、なんかまた使う、トラック大丈夫、青くて来てる、来てる、これになんか熱を使えなくなるとかそういうのはないかな。ああ、寝不足で頭がクラクラするってやってるね。ちょっと待ってね、またこれアクションシーンで登ってる時に次の質問ね読みたいと思います。でちょっとお待ちください。またスネパのこと言ってるけど、オグロマンちゃんも芝居と期待かが倒れるか、どうしようか。じゃあこれクリックで流していきましょう。うまいこと触れるね。じゃあ続きましょう。はい、ついついお酒を飲む癖を直したいのですが、どうしたらいいでしょうか。健康診断に引っかかってからやめなきゃと思うのですが、どうしても飲んでしまいます。アドバイスください。一遍体壊してみたらどうですか。うん、まあ、責任は持てないけど僕、うん、だってね、ダメだって分かってるのにやっちゃうんだったら、一遍人間って痛い目見たらもう二度とやらないっていう風になってくると思うんですよ。なんか嫌な予感がするー、危ねえ、と思うんですよね、うん、人間一遍その痛い目見てみないと、やっぱりなんだろうな、だからパブロフの夢じゃないですけど、まあそのトリガーがあったらもう二度とそれやらないみたいなね、そういう状況をきちんと作ってやっていかないと、うん、まあ、もしくはもうお酒立ちを自分一人でできないんだったら、
あの、なんて言うんだろう、もう家族に協力をしてもらうとかね、あのいつも、まあ、例えば奥さんが、まあ、奥様の旦那様なのか分からないけど、家族がお酒を買ってきているということであれば、もうあの自分では、じゃない、その人には買ってきてもらわない、家族には買ってきてもらわないみたいな風にしてしまったりとか、あるいは、うん、お酒の代わりの代替品を飲むとかね、マーク習慣のところのお話でもしましたけど、まあ、お酒の代わりになんか楽しめる何かを飲み物を、掴むと。しぶといなぁ、全然なくならないじゃん、これ。うん、っていうような風に、まあ、代替品で何か考えるとか、ああ、そんな風にしてもらえたらいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、あとはその飲んでしまう状況とかね、環境がどうなのか、ついつい居酒屋に足を運ぶとか、そういうなんかガーッと、その居酒屋に、行ってしまうとか、そのおつまみがね、あのいつも作ってもらうとか作っちゃうから、それを食べるときにはもうお酒は欠かせないみたいな状況になっているとかっていう、まあ、何かしらそのお酒を飲んでしまうようなあの瞬間っていうのを自分が作り出していると思うんですよ。だからそれを避けると、だからお酒を買わないとか飲みに行かないっていうのもですし、それから酒を飲むような環境っていうのももうあの完全に立ってしまう。まだ立ち上がるか、マジか、もういいじゃん、これ倒さないと次進められないんですけど、うん、もう一回やってあげようか、うん、っていうようなところなので、まあ、僕もついついあのお菓子をね、あの1日に1回夜で奥さんと一緒に食べちゃうっていうようなあのことをあの、まあ、ずっとね、あの結婚してから続けてるんですけど、やっぱお菓子ってあの量大したことなくてもちょっとずつ食べると、まあ、相当なカロリーにね、あの蓄積されていってしまうんで、まあ、もったいないと。だからあの一時ね、あの、まあ、奥さんが一緒に食べたいっていう話をするんで、まあ、一緒に食べたいというか、まあ、一人で食べるのはしょうがないという話にもなったりするんで、それはね、あのちょっと申し訳ないから僕も一緒に食べたりとかっていうのはありますけど、うん、まあ、ただちょっとやっぱ本気でね、あの絞り込みたいみたいな時にはチートデーっていうのを作って、あの週に1回だけ食べるっていう日を設けて、一緒に食べたりとかっていうのはしたりしてましたけど、うん、まあ、もしくは同じようにチートデーっていうのを設けてみてもいいんじゃないですかね。お酒をどうしても毎日飲んでしまいますよっていうようなことであれば、まあ、ついつい飲みすぎてしまうということであれば、なんて言ったらいいんだろう、あのこの日だけ飲むみたいな、週に1回とか月に1回とかっていうのをあの決めてしまうと、まあ、ただね、お酒に関してはもう代替品とかその買わない飲まないみたいな環境を作って完全に断つようにしていかないと、まあ、タバコと一緒であるとその中毒性のあるものになるんで、まあ、チートではあんまりおすすめはできないかな、やっぱりね、うん、まあ、完全に立つっていうことを考えてみられる方がいいのではないかなというふうには思いますけど、はい。ということで、もう間もなくもう終わるところなので、まあ、悪習慣やめたい人っていうのは今言ったようにその代替品ですね、あの代わりのものを考えるのか、もう完全にやめるための環境を整えるのか、あとはどういう場面でなってるのかっていうのをちゃんと、どういう場面でそれをやってしまうのかっていうのをきちんと洗い出さなくちゃいけないですね。それがないでずっと続けるってなると、それをなんていうの、続けるというか、まあ、やるっていうのはずっとなんか自然続いちゃう話になっちゃうんで、それはもう本当にね、もったいないですから、まずはその行動の源になってしまっているものっていうのを断つ、トリガーを断つっていうことから、ぜひ考えてみられたらいかがかなというふうには思います、うん、というところじゃないかな。さてさて、もう間もなく終わるかと思うので、ちょっとプラプラとチェックポイントってなってるからね、はい。わあ、でもやっぱクリスヘンって球結構カツカツになりますね。結構厳しいかもしれない。うん。球がだって、もうレオン君は比較的球余裕あったけど、もう今なんか球少ないもんね。敵まだね。あれ？ああ、終わったのか。はい、終わりましたね。ということでね、この辺りで、まあ、もう20分くらい実況を撮ってますんで、終了とさせていただけたらと思います。ということで、ね、ムービーが終わったら、本パートを切りたいと思いますんで、また次回のパートでお会いできたら嬉しいなというふうに思います。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。ムービーが終わるまではお話も切れないところですけどね。うん、ピアーズかっこいいよね、本当。
マイミステイクって言ってるんですよ。まあでもこの血気盛んなね、くらいな感じがね、なかなかいいと思うんですけどね。うん、BSA の使命を忘れるな。BSA の使命を忘れて先に入り浸っている、あなたは一体どうなのかっていう話なんですけどね、クリスさん。うんうんうん。でもなんでこう、ね、ピアーズはあのフィンに当たりが強いんだろうな。やっぱちょっとフィンのそのなんか甘い感じっていうのがあの苦手なのかな。で、まあ、そのヘブンリーアイランドでね、あのヘブンリーアイランドじゃねえや、あのマルハーデザイアの方でね、あの同僚をなくすっていう経験をねしているっていう設定だから、まあ、それを見てやっぱり部下には厳しく当たらなきゃいけないっていうふうな風に思ってるのかもしれないですけどね、まあ、ピアーズ自身は。まあそんなこんなで、本パートね以上とさせていただきますんで、また次回お会いしましょう。バイバイ。